かの大仏は、日本の東京都西多摩郡日の出町平井に所在する、塩沢山方向寺境内の、六谷山に造立された大仏である。銅像釈迦如来座像。2018年4月造立。総高18メートル、造高約12メートル。鎌倉時代以来、武蔵国谷志吾平井郷塩沢には、源の頼朝にゆかりある、天台宗の母大院があったが、 戦国時代の総統衆、山和直も、船分積みは、天文8年に開国の名器山広原因の十字になった後、平井京塩沢にては、頼朝ゆかりの母大院を総統衆に改修せしめ、塩沢山、宝光寺を解散した。宝光寺は、解散以来、総統衆でありながら、宗派本来の釈迦如来ではなく、 生観禅音菩薩を本尊としてきたが、これは全身たる母大院の本尊をそのまま引き継いで、来たがゆえんである。当時の書道は、江戸時代から明治時代にかけての度重なる火災で消失していたが、昭和後期の安坂秋道住職は、七道河欄を整備する大事業を成し遂げた後、当時の属する西多摩を仏教の発信地にしようと考え、釈迦如来の大仏の増流を請願した。 しかし、秋道は、総統州東京都州務所長在任中の1995年に、急成し、その意志は変わって33世住職となった、長男、領州に引き継がれることとなる。その後、領州が計画を、直ちに具体化することはなかったが、2011年3月11日に、発生した、東日本大震災で、仲の良かった友人を亡くしたことをきっかけに、 人員経営の厳しい中、男信徒から看護することもなく事業を進めようとした。これに対して男信徒の中からは増流に協力したいという声も湧き上がったという。2013年、寺は総大会で大仏増流事業の建設委員会を発足させた。大仏を含む寺院建築としての設計と試行は水運動が行った。仏像本体は 鋳造と運搬の容易な組み立て方式で作られることになり、まずは縮尺10分の1の蔵造が2015年に完成した。その後、蔵造をもとに石膏で実寸大の原型を仕上げると、この原型をパーツごとに分解して、洋藩とし、山形芋ので有名な山形市内の鋳造業者に発注した。そうして成形された芋の,の各パーツは、 奉公時に搬入され、2017年秋から、組み立てが始まった。像が完成するまでの一連の作業には1000年前の技術が用いられ、約100名の職人が携わった。大仏の完成は2018年3月頃とされて、いたが、予定よりも早く2月9日に完成した。六夜山特別事前公開は、同年4月11日であった。六夜山全貌公開は、 2018年10月10日を予定していたが、許可申請の関係で公開準備に遅延が生じた。同合金で作られた大仏は、天日と雨風にさらされるうちにやがては六章を発し、青緑色となる。仏像と台座を合わせた総高は約18メートル。総工費は仏像とレンゲ座だけで約4億円。ありがとうございます。